こんにちは。こんにちは。広島県出身22歳のへっぴご堂島とゆかです。やっほー。眩しい。今日は非常に天気が良いです。 良すぎる。天気がいいですね。今日は公演が6時からあるんですけど、それまでちょっと15分ぐらいできるのでやります。とても天気が良い。とても天気が良いです。今日はまだ、今日公演があるんですけど、公演でメイクさんにメイクとか、メイクじゃないや、やってもらうので、今日は本当何もしてないのでマスクをしています。が風邪ではないです。めっちゃ暖かいですね。今日の公演の髪型、何にしようかな。今日はとても暖かいです。今日はお昼ご飯何を食べたでしょうか。DMM で応援しています。DMM でも応援してください。ぜひ。DMM のカメラにもたくさん目線を送るので見てください。そして今日はこっちゃんさんと昇格してから初めて一緒に公演に出ます。正解の人がいますね。正解はパスタです。パスタを食べました。お昼ご飯は。ハマ、ありがとうございます。ミートパスタを食べました。今日は
今日はそれを食べました。でもお家にあるなんかパスタがなんか一人前ちゃんとなくて、半分なんか一人前の 80% ぐらいの量しかなかったので、なんかソースの量とパスタの量が死ぬほど比例してなかったです今日はいつもは6時半開演なんですけど、今日は6時開演ですので、あとちょうど6時間後にはもうステージに立っていますので頑張ります。見てください。それからでも7時からはゆりおか超特急さんのラジオ FMQ にも出ているので、ちょっと1時間は公演を見ていただいて、公演見終わったら公演の途中でちょっとラジオを聞いていただいて、ラジオが終わったらまた公演に戻ってきてくださるという感じで、見てくださったら非常に嬉しいなって思います。めっちゃ天気いい。最近なんかすごい天気いいけど、なんか家の中がこう乾燥するじゃないですか。だから洗濯を外に干さずに中で干してるんですよ。けどなんかそれがもったいないような、感じがしますけれども、けれども楽しみ。公演頑張ります。公演終わったら明日はお話し会もございますので、来てくださると嬉しいです。今年初のファンの人とお話しする機会かな、明日は。直接、明日と明後日、土日はオンラインお話し会が AKB さんの方であるので、それは今年初のファンの人と直接話す機会です。あ、初見の人がいる。こんにちは。キャー、こんにちは。そうですね、それも来てくださったら嬉しいです。イエ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 イ。やばい、天気が良すぎてお昼寝日和ですねお話し会楽しみ。久しぶりの話、嬉しい。お話し会来てくれるんですね。来てくれるというか、オンラインでよろしくお願いします。楽しみ。今年初イベント、オンラインイベント、今年初よろしくね。7部にいますので、7部遅めですね、珍しく。 AKB、 あ、でもオンラインでは遅めの時間が多いですね、なぜか。 AKB さんのオンラインではなんか今まで直接さ、普通の握手会、大握手会の時は1部とか2部とか早い時間がすごい多かったんですけれども、なんかオンラインは遅めの時間が多いですね。なので明日、明後日は
7部です。そう、16時半からです。16時半からのちょっと遅い時間なのでね、ゆっくり来てくださったらオンラインでオンラインでゆっくりお話ししましょう。しましょうね。だだだだ。そう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 。お楽しみにね。今日は気温が何度なんだろうか。今日の気温は何度なんだろうか。携帯電話古いから自分のスマホに変なエラーが出ないことを祈る前にそんなに古いのか。いや、きっと大丈夫。きっと大丈夫、信じよう。大丈夫です。今日は春の春日和です。1月でこんな気温もちょっと珍しい。食わないか。季節がバグってる。バグっていいじゃん。つまずき OK、 失敗 OK、 やり直せばいいじゃん。初見の人が可愛いって、ありがとう。でもやばいです。ちょっとまだ公演前なので何もしてないのでね、ちょっと今日の夜ちゃんとメイクをしてもらうのでまた見に来てください。今日も何もしてないですね。歯磨きして顔洗っただけです。コピコハンマーありがとうございます。高いと特にこの時間ね、本当にもう気を抜けばこうです。いい天気ですね、うん、もう春なんですね。春ではないけど冬だけど春みたいな気候が続いています。さあもう寝るの大好きだから、ちょっとこうやって時間があれば寝ます。乗ってるバイクがパンクして涙目です。かわいそう。盗んだバイクで走り出す。バイクみたいな、そういうなんかなんていうの、なんか頑丈そうなタイヤでもパンクするんですね。知らなかった。パンクするのは自転車だけかと思ってた。大変だ。ピコピコハンマーありがとうございます。ちゃんと買ったって。でもあるよねこういう歌。かわいそう、修理をしてくださいね。ちょっとパンクしたまま、パンクしたまま乗れるのバイク、それはそれでちょっと怖いですね。事故りらないようにしてくださいね。ちゃんと自転車屋さんで直してもらえるのかな。パンクってわかんないな。パンクはどこで直してもらえるんだろうか。自転車は自転車屋さんでしょ。バイクはバイク屋さんって聞いたことないな。車は車屋さん。一輪車は何屋さんで直してもらえるんだろう。
え、テロップ出た？え、テロップやっぱ出ないわ。昨日たくさんたくさん出たんですよ昨日なんかね、結局ね、もうずっとは言わなかったけどね、結局ね6分、7分間ぐらいね、ずっとテロップが出続けてたんですよ。本当は、まあ、5回ぐらいテロップがこう出たら終わるんだけど、昨日ね7分間ぐらいずっと出てたんですよね。だからもうなんか今日は出ないかもしれない。今日何日だったんだろう。昨日はでもファンの人には出てるけど、今日は何日ですかね。半まであと3分ぐらいやったら終わる。今日は何日だった。夜やったら出るかな。夜できたらやります。今日公演終わるの早いので。タラタタあとわずかのあるのかいな。授業中に渡せばおいし。今日は655日。ああ公演楽しんできて、楽しみます。今まで出なかった分のたまってたやつがフィーバーした。そう、昨日は本当にフィーバーだった。もうでもね、もうねずっとね出るからね、もう目がキョロキョロしちゃってね、頭がクルクルしました。昨日は大変だった。大変だった。おやすみなさい。お昼寝します。だっていいなぁ。さあもうちょっと1時間ぐらいお昼寝したいところですね。今日はでもたくさん寝たのでね、元気よく頑張りたいと思います。ということで半になるので終わろうと思います。皆さんありがとうございました。6時から公演と7時からラジオに出るので、ぜひ見てくださいと聞いてください。それでは頑張ります。バイバーイ。